鎧島の行き方、鎧パスを手に入れました。ブラッシータウン駅の駅員に見せると鎧島に行くことができます。珍しいポケモン捕まえたり、ポケモンと一緒に成長できる新しい冒険に出かけましょう。おー、なるほど、やった。いや、 DLC さっき買ったんすけど、あ、もういきなりもらっちゃうんだ。鎧島、冠雪原の行き方、あ、まだ手に入る。冠パスを手に入れました。ブラッシータウン駅の駅員に見せると冠雪原に行くことができます。謎に満ちた雪深い雪原で伝説のポケモン探し出す新しい冒険。いや、なんかこの鎧島と冠雪原っていう2つのエリアが追加されるみたいですね、 DLC で。お母さん行ってくるよ。そういえばシュートシティのバトルタワーには行ったの。あ、ロビーには1回だけ行ったけど中には入ってないな。ダンデさんがとても楽しそうって隣のママが話してたけど、あ、マジで？あ、ダンデさんが？いや、まあダンデさんはいつも楽しそうだったけどな、なんかあ、やっぱあの中にいるんだ、ダンデさんって。あれ、あれだよね、なんか昔あったバトルサブウェイだっけ、なんかああいう感じのやり込み施設だよね、多分あれ。え、ダンデさんに会えるのはちょっとやってみたいけど、まあとりあえず今は先に DLC の方をやりたいですね。鎧島の方から行こうかな。鎧島が第1弾だったみたいなんで、 DLC の駅久しぶりだな。いや、こんだけ空飛ぶタクシーが発展してるんだったら駅いらない感じもするけど、まあでもあれか、一度にたくさんの人を運べるからあんのかな、電車。鎧島駅列車、お、到着いた。なんかボール浮いてる人いる。え、サイキッカー、あ、こっち見た、サイキッカーじゃない、あの人。鎧パスをお持ちの方はご乗車願います。あ、ガラルにもいるんだ、サイキッカーが。え、すげえ、めちゃくちゃすげえ便利だな、その能力。すっげえ、ちょ、教えてくださいよ、その超能力。え、なんかこの人新キャラ DLC の。鎧パスはお持ちでしょうか。なんだてか帽子長い、よく見たら。無論所持しているよ、曇りなき眼で確認願う。明日かか、絶対もののけ姫見ただろこいつ。確認しますね。これよく見たらユニフォーム着てるな。あ、あ、ヤドンだ。あ、なんか黄色い、黄色い。いやー、あ、かわいい。え、なんかデコ黄色いんだけど。どうした？ふ、ヤドンの出迎えとはなかなかにエレガントだ。エレガント？そうか、ヤドンってエレガントなの。あちゃー、また鎧島から乗り継いできちゃったか。え、鎧島から来たの？このヤドン。すごくね？電車乗れるんだ、ヤドンって。頭いいな。あ、ニコってしてる。ちょ、ヤドンのニコリめちゃくちゃ可愛いんだけど。こんにちは。列車の窓からの景色、どんどん変わっていくのがいいの。あ、ヤドンが来てるのに一切動じてない、この人。割と日常茶飯事なのかな、くんの。いやあ、ちょ、大丈夫。あ、なんか尻尾の先も黄色いんだけど。何これ。なんでこうなってるの。君、ポケモントレーナーだよね。いや、そうですけど。ちょ、チャンピオンランクを知らないのかよ、このもみあげ。このままだとヤドンが改札に座って他のお客さんが困っちゃう。いや、全然困ってる様子ないけどね、そこのお客さん。重くてどかせられないから捕まえてくれないかな。え、捕まえる？あ、まあいいけど。やーん、いや、やーんって言ってますよ、でも。捕まえていいのこれ。ちょっと待って、じゃこのサイキッカーとも話してみたいんだけど。こんにちは。ガラルのヤドンとは初めての出会いですか。あ、確かにヤドン見たことなかったな、ガラルで。生まれは違えど、ヤドンののんびりさは変わりませんよね。え、これ黄色くなってんのは何なの？この中途半端な変色加減、すごい気になるんだけど。鎧島にはヤドンがいっぱい暮らしていてね。旅行気分を味わいたいのか、たまに何匹か来ちゃうんだ。いや、何そのほのぼのとした生態。マジで電車乗ってくんだ。やーん。ちょ、邪魔になってるらしいよ。捕まえていい？ドヤドヤってなんだ。びっくりしてるじゃん。いや、まあでも捕まえよう。ヤドン来た。え、かわいい。え、めっちゃ欲しいヤドン。捕まえよう。え、このマジこの黄色くなってんの何なの。ガラルのヤドンはこうなの。デコンとこ黄色いの。なんだよその違い。めちゃくちゃシュールじゃない。なんか他はそのまんまなのに一部だけちょっと黄色くなってんの。あ、やった、捕まえた。めっちゃ簡単に捕まるじゃん、そんで。やべえ、俺このヤドン結構ツボだな。何これ。神がかってるな、このデザイン。いや、だってさ、ガラル地方のヤドン作ってこいっつってさ、
作ってきましたっつって出されたのがさ、デコンとこ黄色くしただけの宿の。いや、お前ちゃんとやれよってなるじゃん、普通。あ、でもこれで通ったんだな、すげえな。いや、でもまあ、もうなんかこの気抜ける感じのデザイン、俺はすげえ宿に合ってていいと思うな、確かに。よし、マサトシでいきますね、ダーハマね。昔声優もやってたからね、ダーハマ宿キングの。強さ見るか。マサトシどうだ、エスパー。お、特防上がり攻撃下がり、ああまあいいんじゃない。ヤドランって特攻使うもんね。はいはいはい、まあ普通にヤドンだな。別に特に変わったところはないんだな。んー、チョコパンと変えるか。じゃあチョコパンをボックスに入れて、じゃあマサトシをボックスへ送る。よろしくな、マサトシ。てかそういえば説明出なかったのか、ガラルヤドンのデコ黄色い理由知りたかったの。ありがとう、おかげさまで快適なスペースが保たれたよ。いや別にヤドン1匹いたところであんま変わんないと思うんだよ。ほう、これはなかなか。サイキッカー、あなたの捕獲さばき実にエレガントでしたよ。捕獲さばき、初めて聞いたわそんな言葉。あ、お待たせしてすみません。お客様の鎧パス確認できました。あ、ずっとこのもみあげが確認中だったんだ。鎧島行きの列車にお乗りください。え、ちょ、ランコも乗りたいんですけど。途中乗り継ぎがあるのでご注意くださいね。あ、へえ、乗り継ぎとかあるんだ。承知した。ずーっとボールいてるの気になるな。私はこれから鎧島という場所で珍しいポケモンの捕獲や修行を行ってまいります。修行、へえ、ジムチャレンジャーなのか。機会があればまたどこかで。それでは失礼。あ、はい。え、鎧島行ったら会えんのかな、この人に。てかめちゃくちゃすごい格好してたな。ユニフォームにシルクハットって、なんか胸んとこヒラヒラついてたし、ミツルギレージみたいな。すごいファッションセンスだったな。すいません、鎧島行きたいんですけど、ランコも。おや、それは鎧パス。鎧パスをお持ちでしたら鎧島に行くこと。知ってるよ、そのために来たんだよ。もみあげちぎるぞてめえ。お客様、冠パスもお持ちでしたか。でしたら冠雪原にも行く。知ってるよ、もみあげディップすんぞてめえ。ソースにディップして食ってやろうか。本日はどちらに行かれますか。鎧島駅お願いします。てかランコチャンピオンになったのに全然知られてねえな、駅員とかに。あ、そこが鎧島なの。え、全然島じゃなくね。おお、飛んだ。あ、乗り継ぎってそういうこと。あー、着いた、すげえ。あ、こんなところに島があったんだ、鎧島。マジで島じゃん、すげえすげえ。あ、空飛ぶタクシーで行くわけね。おお、来てる来てる。なんかダークソウル思い出したわ。あのオールロンド行くときじゃん。おお、着いた。あ、もしかしてあなた鎧島初めて。んてか、てめえ、助手じゃねえか。ここであったか、100年目。私はこの島でポケモンの生態を研究してるの。うるせえ、ランコのツインテをしゃぶれ、お前。2本同時にしゃぶれ。服従の印。あなたのポケモン図鑑アップデートしてあげるわ。あ、マジで？そんなんしてくれんの？ありがとう。アップデート中。あ、やっぱポケモンも増えんだね、じゃあこれ。ポケモン図鑑に鎧島図鑑の項目が追加された。やった、しょうがねえ、許してやるか。ツインテ片方しゃぶりで許してやるよ。ポケモン捕まえたら店に来てね。はーい。図鑑増えてんのこれ。鎧島図鑑。あ、あるある。こっちが。あ、001ヤドンなんだ。すげえな。出世したなー、ヤドン。ガラルの姿。ガラル地方にだけ生息する植物の種を食べているため、尻尾はスパイシーな味わいだ。いやいや、ちょ。いや、味はいいからさ、この。黄色いのなんでよ、そこかけよ。そこがめちゃくちゃ気になるんだけど。なんかい、なんかドラパルトの生態というなんか俺が本当に知りたいことが書いてないな。ソードの方の図鑑だと結構詳しく書いてあんのかな、その辺。バギオ、バギオをちょっとコラショと入れ替えよう。うん、ちょっとバギオ出番なさすぎてもうすね始めてきてると思うから。ちょっと DLC では積極的にバギオを使っていこう。よし、じゃあ行くか、鎧島。あ、なんだ、え、モブとイベントが始まった。この島の道場に今日から入門するんだけど。道場、変な人が駅の前にいて駅から出にくいんだよね。変な人、あ、あ、このシルエットはあいつじゃん、サイキッカーじゃん絶対。来た。いや、まあ確かに変な人ではあるな。
ふむ、あなたですよね。私に誘われる旅人は。約束の時間ジャスト、とても良い心がけですね。超ランコはずっとボール見てんだけど、わかる。気になるよな、その浮いてるボール。ふむ、私たちどこぞでお会いしましたか。ああ、ド忘れなんて今の私、まるでヤドン。いやいや、ついさっき会ったじゃないですか。え、もう忘れたの。ド忘れってレベルじゃなくね。私はセイボリー、あなたの先輩に当たるもの。セイボリー、意外と綺麗な顔してる。先輩、人違いでは。いや、道場って、あ、さっきの人と間違えてるってこと。いや、人違いじゃないですか。これからあなたが入門するマスター道場の話ですよ。マスター道場、なんだそれ。え、今から入門すんの、そこに。わ、え、なんという理解力のなさ。震え迷えるウールーのごとし。なんかめちゃ切れてんじゃん。そしてランコはずっとボール見てんじゃん。ここはエレガントな私が大人のエスコートをしてあげねば。エレガントって言葉好きだな、この人。いや、この人は先に道場で修行してるってことね。ではまず互いの力を示し交流を深めますか。互いの力を示す。外で待っていますので準備ができたらおいでなさいな。あ、なるほど、バトルしようぜってことね。オッケー、私が上という事実をはっきりさせてあげましょう。いや、なんなん、え、怖っ、この人。上下関係にめちゃくちゃ厳しいじゃん。セイボリーだっけ。お、ちょい、モブの人、さっきのって道場の人、行くのはやめとこうかな。引かれてるし。いや、まあわかる、めっちゃ変なやつだったなあいつ。君、代わりに入門しない？いや、なるよな、そういう流れになるよな。なるほど、ランコがそのマスター道場に代わりに入門するってことか。いや、道場で修行って何すんだよ。ランコもうチャンピオンだぞ、十分強いよ。おお、あ、すげえ広。あ、ヤドンいる。海岸にめっちゃヤドンいる、かわいい。え、なんかワイルドエリアみたいだな。ふむ、鎧島はじめましてですか。あ、はじめましてです。赴くままに周囲を歩き回りたいでしょうが、はい、ひとまず力試しですよ。あ、よろしくお願いします、セイボリさん。私がマスター道場の先輩として、あ、メガネ光った。あなたの強さをエスパーチェック。はいはい、お手柔らかにどうぞ。いや、なんだそのテンション。いや、なんなんこの人。いや、面白キャラじゃない、もしかして。最初割と普通の人かと思ったけど、ポケモントレーナーのセイボリーが勝負を仕掛けてきた。ボールもめっちゃハッスルしてるわ。いや、多分見たまんまエスパー使いだよな。お、ケイシー出た。そうやってボール飛ばすんだ。面白い、その能力便利だな、教えてよ。よし、行け、ハンペン丸。ふっ、見せてあげましょう、絶対的な力というものを。自信満々だな、ケイシー。レベル58。よくそのレベルまでケイシーで保っていられたな。よく進化させなかったよ。いや、噛み砕け、行け、ハンペン丸。うらら、よっしゃ、ワンパン。いや、まあさすがにケイシーは進化させてくださいよ、セイボリさん。セイボリ先輩、強さを求めてるなら進化させてあげて。てか、ランコのパーティーエスパーに強いんだよな、ゴースト多いしさ。いつの間に最後の一匹に催眠術の使い手か。いや、何を言ってるんだ。ちゃんと試合を見とけよ。お、ヤドン出た。ガラルヤドン出た。エスパー単タイプだったよな。あ、てか今気づいたけど水タイプ入ってないんだね、ガラルのヤドンって。水エスパーだったよな、ヤドンって。おー、耐える、耐えるか、硬えな結構。お、妖怪液を入ってきた。だが効かねえな。ふっ、この島で初めて受けたダメージは私からですね。いや、だからなんなんだ。なんだそのマウントの取り方。いや、まあでもこれで終わりだろ、いけ、神砕け。うらららら、うら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 、ガブうらガブガブ。よーし、やってやったぜ、倒しー。てか、ヤドンもレベル60って、めちゃくちゃレベル高かったな。やっぱクリア後に来ることを想定してんのかね。金縛り、マサトシ。いや、いらねえかな、金縛りは。とりあえずいらねえ。よーし、勝ったぜ、セイボリ先輩。あなたの強さにサイコショック。いや、なんだよ、それ。ボール全部落ちたし。なんか、ド忘れとか、ウールとか。ポケモンに例えんの好きだな。ポケモンオタクなのかな。あ、ニコってる。あの、もし、ちょっとすいません。え、なに？どうしたん？え、あ、ありえぬ。いや、ありえぬ。なんだよ、それ。一体どんなトリックを。ありえぬって何？なんか、シーソー兄弟と同じ匂いするな、この人。
これほどの強者が道場に降臨などされましたら降臨って天使か、私の存在が度忘れされてしまうのでは。いやだから何なんだよこの癖のある言い回しはいちいちガラル、こんなやつばっかじゃねえか追い返したいですが一応エスコートせよと言われてますし、てかチャンピオンだから強えの当たり前だろうがランコのこと知らねえのかよポケモントレーナーなのに。コホン、お何、あなたなかなかに筋が良いです。この私に 3% の力をも出させましたよ。あそうですかあ面白いなこの人3% だったんだ70% とかよく言うけどね 3% かたったしかし私どもの道場はあのチャンピオンダンデも学んだ由緒ある道場。あえそうなの、ダンデさんもここに通ってたの。あなた程度の実力でやっていくのは難しいか。いやだからチャンピオンだっつってんだろ、ダンデさん倒したわ。ですから向こうに佇むマスター道場は素通りし、ああれが道場か、観光オンリーでお帰りを。じゃあめちゃくちゃ返そうとしてくるじゃん。いやまあ観光はしたいけど、てかそもそも人違いだし、こちら差し上げますので。おしゃれカード、え何おしゃれカードって何このざっくりした名前のカード、ん持っているとブティックで買えるしの、えこれいいんすか、うっそマジで、え増えんのポケモンだけでなく、ブティックやヘアサロンで見せれば私のようにエレガントなコーディネートを目指せる。え帰りますもう帰ります、ありがとうございます先輩、えやっと嬉しい。というわけでさようなら二度と会わない人、セイボリーテレポートあーテレポートしていっちゃった、思っきり徒歩だったけどやっぱ面白いなセイボリーいやてかちょランコ、ちょ待て一回帰るぞこんなしけた島にいてられるか、俺は帰る、俺はブティックに戻るぞ。ちょマジかよ、こんな要素あんのかよ、知らなかったよ、知らなかったよ、知らなかったよ、わしもだよ、わしもの曲歌っちゃうよ。おら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 、ランコが来たぜ、おしゃれチャンピオンことランコが来たぜ。おい服出せ、こらお客様、その手に持っているのは、あびっくりされてる、おしゃれカード、そうだよ服隠してんだろ、出せよ。ガラルヒロシといえどハイレベルなおしゃれマスターしか持っていない伝説のアイテム、あそうなんだ、いやまさにランコにふさわしいカードじゃないか。そんなおしゃれに愛されしお客様にはスペシャルなお洋服をご提供させていただきます。そう出せよ、金ならあんだよチャンピオンだからよ。いやねえけど割り引いてくれよ。というわけでブティックへようこそ、何かお探しでしょうか。裏アイテム出せよ、裏おしゃれアイテムをよ。えこれ増えてんの、どれ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 、ん、え増えてるこれ、あこれトラッドくん、ロンドくん、ペンギン、クリーム、いやちょっと待っていやこういうのじゃなくちょ柄違いとかでなく全く新しいものないのね、ちょっとなんか増え、あキャップが増えてる、ちょ見れねえデザインがツインテールだからランコのおしゃけはツインテールが邪魔してるよ。えちょっと待って、あじゃあこれ他の店も増えてんのかな、ちょおい、ちょここの店しけてるわねまた来るわ。えてかあれだよね、髪型も増えたんだよね、髪型も、ちょ髪型みたいな髪型、おい頼もう、ちょっとふざけんじゃないわよ、今までよく隠し通せてたもんね。その手に持ってるのってもしかしておしゃれカード、そうよ、よくこのおしゃれチャンピオン前にして髪型のレパートリー渋ってたわねあんた。ガラルヒロシといえど最強のおしゃれさんしか持っていない激レアアイテム、いやこのくだり毎回あんの、そんなハイパーにファビュラスなお客さんには、ファビュラスはちょっと違わない、最新トレンドの髪型を選べるように、いや最初からしといて、もう本当にツインってしゃぶらせるわよマジで。チャンピオンさんいらっしゃいませ、今日はどうしましょう、いや髪切りに来たのよ、しゃぶらせっぞ何かとしゃぶらせようとしてくる、え何増えてんの、おパーティーアレンジ、あえおしゃじゃんこれ、いやでもどこ行く気どこ行く気なのその髪型にして、いやマリーちゃんじゃんいやちょこんな髪型したらマリーちゃんに会えなくなるわ恥ずかしくてめっちゃ意識してんじゃん、いやエールダンじゃんな、いや最新トレンドだったのエールダンの髪型、そうなの、お団子、あえめっちゃ可愛いこれ、えこれ超可愛い、えこれすっげえ可愛い、えもみあげのクリーンが可愛い、
あ、こんだけなんだ。まあでもこれ超可愛いからこれにしよっかな。よし。いやいや、めっきゃわ。いや、いいじゃん、これ。めっちゃいいお団子。すげえ似合う、ランコ。かわいいかわいい。うん、じゃあ服なんとかしよっか。ね。服が全然合ってない。やっぱりね。よーし。頼もう。おい、服出せ、これ。隠してんじゃねえぞ。何が増えたの？見せてみなよ、ちょっと。ん？あ、これ、ノースリーブワンピ。かわいいじゃん、これ。いや、でもこれ、マリーちゃん着てたやつ。気づいたわ、これマリーちゃん着てたやつじゃん。いや、だからちょっとマリーちゃんに会えなくなっちゃうから、同じ服とか買っちゃったら、あんたうちのこと意識しとんとか言われるから。マリーちゃん以外のでなんかないの？デザインレザーレッグ。いや、マリーちゃん背負ってたやつなん。いや、マリーちゃんめっちゃ最新トレンド抑えてんじゃん。あの子めっちゃトレンドの服着てたんじゃん。ヒャッハー、ブティックだー。バギーできたよ、おしゃれチャンピオンが。服出せ、こら。おっ、セーター。おお、めっちゃ欲しい。やだ、めっちゃ欲しい。ブチ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 。服破らないで。そう、いや、こういうのじゃん、こういうの。あ、激ダサセーターもね。バリアードのセーターある。めっちゃいいじゃん、これ。いや、こういうの、こういうの、こういうのが欲しかったのよ。いや、めっちゃ可愛い。超可愛い。やば可愛い。これ、これ、これ。おい、セーターとか隠してんじゃねえぞ、マジで。よくこんな冬のマストアイテムをさ、セーターみたいなもんをさ、よく隠しといたわね、この店。パンク系多いね、そんで。追加アイテム、パンク系多いね。いや、まあパンク系みたいなね、やつをね、隠しとくのはわかるよ。専用会員みたいな感じで。まあ人を選ぶっていうのはあるからね。いや、でも、セーターは出しとこうぜ。セーターは最初から出しとこうよ、店長。ちょっと店長呼んできて。おしゃれチャンピオン話つけるわ。何色は可愛いかな。いや、グレーめっちゃ可愛いな。いや、ちょ、セーター、いや、この髪型がいいわ。髪型とめちゃくちゃ合ってるわ。どれぐらい合ってるかって、もうシュワちゃんにサングラスぐらい合ってるわ。それは合うね。千鳥やめろ。よっしゃ、グレーのセーターゲット。いや、もうこんなんさ、グレーのセーターなんてランコに着られるために、今のランコに着られるために生まれてきたようなもんじゃん。編まれたようなもんじゃん、これ。はい、合う、はい、合う。ちょっと上着、いや、もうこんなんもう、なんかスープの CM 出てそうだもん。クノールのカップスープの CM 出てそうだもん。なんかこの感じめっちゃ似合うな、セーター。いや、ランコが冬の朝になんか、あ、寒いっつって起きてきて、クノールのカップスープにお湯入れてズズホッみたいな、絶対合うもん、そういう感じの CM に。それは合うねって千鳥も言うわ。いや、どうこれ、シャレオーツじゃない？大魔王シャレオーツじゃない？どう？いや、俺は結構ありだと思うんだけどな。ちょっと一旦これで行ってみらんこ。一回外出てみる。ちょっと一旦その辺歩いてみる、これで。うん、ちょっとストリートスナップ撮りましょうかね。あー、うん、あ、じゃ、誰？なんか、大人っぽすぎるか、やっぱ。いや、ランコやっぱ童顔だからさ、童顔つうか、まあ、実際子供なんだけど、まだ。多分、子供なんだろうけど。あー、なんかこの、これクール系、あんまり合わないな、ランコの顔的に、やっぱり。やっぱ顔が浮いてんな。服装これめっちゃオシャレだと思うんだけどな。やっぱランコの顔がちょっと可愛すぎ、これ。ね。なんかメイクでもっとキリッとさせたりできたらいいんだけどね。ちょっとじゃあ考え直すか。ミニス、あ、これ良くない？いい、良くない？合うくない？いや、合ってる、これ。ブルース・ウィリスに白タンクトップぐらい合ってる。それ好きだね、今回ね。ネイビーと、モノトーン買おうかな。デニム。やっぱこのチェックミニスカンツ。いや、この色めっちゃ可愛い、モノトーン。モノトーンとネイビー可愛かった。合ってた。これやっと見つけたんじゃない？正解を。組み合わせの正解を。解を求められたんじゃない？このコーディネートの解を求めることが、ついに。ちょっと借りるわ、試着室。私以外使ってるとこ見たことないけどね、ランコ以外ね。チェックミニスカンツ。いや、絶対これだ。可愛くないこれ。なんか学生風？制服風のコーデ。メガネとかかけちゃった。いや、グラサンじゃなくて、メガネ。いや、めっちゃいい！導いちゃった。おいおい、これはめちゃモテ図書委員。図書室の女神。来ちゃった、これ。ちょっと待って、メガネのバリエーションもうちょっと欲しい。やっぱ黒かな。黒だわ。
いや、やば、かわっ。え、ちょ、やばくねこれ。おいおい、今までのランコとはまた違ったスタイルを生み出してしまったぜ。うん、やっぱメガネなしよりありの方がいいね。うん、ありがなんか締まって見える。いや、統一感出る、コーディネートに。え、よくない？え、めっちゃいい。すごいいいと思う。まあ、全身ちょっとモノトーン風で固めて、で、差し色に茶色系みたいな。うん。いや、いい感じになんか秋冬コーデになってないこれ。いや、いいわ、ランコ、いい。いやー、やったね。まあ、新しくオシャレカードで手に入ったのセーターぐらいしかないんだけど。あ、まだセーターとこの髪型か。うん。いや、これ。おい。ホップ、勉強頑張ってるの？とか言って。勉強してるホップの隣に座って。あたしもここで勉強しようと、つって。ホップはそんなランコを横目でチラチラ見て、うなじとかにドキッとしちゃったりして。オウフ、つって。ホップ、オウフ、つって。ランコ、オウフ。お前なんか雰囲気変わったなぞみたいな語尾おかしい感じになっちゃったりして。いや、んー、やっぱモノトーンだな。オッケー。いや、これでいこう、ランコ。ちょ、リーカード取りに行っちゃおうっと。なあ、いや、かわいい、かわいいけどなんかデブじゃない？ちょっとなんかおデブ化してないこれいや、かわいいけどめちゃくちゃ食うの好きみたいになってるねこれ。いや、なんかもうもっと、いや、吐きそうになってるじゃん今度わざてーあざとすぎてぶん殴りてえぞ、おら。いや、やっばこれ。いや、もうなんか、なんか、男受けやべえだろうな、これ。え、超かわいい。マジかわいい。これ好きにならない男いるって感じの。いやーね。いや、漏れたね、ランコ。いや、絶対漏れてるよ、この写真。いや、なんか輪郭シュッてしてない？だって。こんなシュッとしてる？ランコ、輪郭ね。いや、これ漏れてるよね。メガネ効果かな？このデカ、クソデカメガネがなんか小顔効果見せてんのかな？やっぱ。え、やったー。うん、だってなんかこうやって歩かせてんのとなんか雰囲気違うもん。今のリューカードの写真。やった、漏れちゃった。よし、じゃあ、鎧島行くか。これどうやって行くんだ？あー、こうやって行くのか。はい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 。すいません、なんか毎回ね、ファッションでね、時間取っちゃいますよね。ポケモンやれっつーね。まあでも楽しいんだから仕方ないね。よーし、来た。一礼野原。鎧じゃん。ちょ、ランコかわいい。ランコがかわいい。よし、じゃあ行くか、DLC。ちょ、ヤドンめっちゃいる。ヤドンすっげえかわいいな。普通に暮らしてるヤドン。わ、すげえ。ちょ、いや、ちょ、無視しないでよ。ちょっと。これ反応するこれ。長い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 。おしゃれチャンピオンタイム。反応しないか。ピューイ。あ、はってなってると。いや、何も反応しねえ。まあ、ヤドンらしいっちゃヤドンらしいけど。いや、あの、ニコリヤドン見たいんだけどな。ちょ、スターミーいる、スターミー。スターミー。スターミーってこうやって歩くんだね。あ、すげえ回ってる。すげえすげえすげえ。あ、そこ手足だったんだ、スターミーって。なんかちょっと気持ち悪いな。お、あれ、ホエル王じゃない？え、すっごい、でっか！いや、これ、沖の方も行けんのかな？自転車乗ったらいけんのかな？え、後で行ってみよう。あ、キングラーだ！え、すごい、なんか、あ、来た来た来た、怖い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 。待って待って待って、追いかけられ方怖い。あ、すごいすごい。あ、ワイルドエリアで見たことないやつもいる。へぇ、多分この辺追加されたポケモンなんだろうな。道場行ってみよっか。来るなって言われたけど。あ？なんだ？で、あ、なんかいる。で？いや、これ、ディグダじゃない？え、これディグダだよね。アローラの。で、で、うん。あ、あ、出てきた。ディグダだー喋ってるじゃん。なんだよ。あ、ディグダ、こんなところにいたのか。お、トレーナー来た。山男。ははは、こいつめ、心配したんだぞ。ははは、こやつめってなってるな。でんディグダの泣き方おかしくね？さっきから。私のディグダを見つけてくださってありがとう。いや、見つけたっていうか、本当にたまたまいただけだけどな。アローラ。あーね、これアローラのディグダだよな。頭に毛生えてる。おお、まさかこんなところで知ってる方と出会えるなんて。鋼タイプ入ってんだよな、このディグダ。そう、おっしゃる通り、アローラ地方のディグダです。なんでこんなとこいんの？アローラに旅した時に、この3本ヘアーに心を奪われまして。いや、まあわかる。可愛いけどね、髪生えてんの。いっぱい捕まえて帰ってきたのですが、
おう、目を離した隙にみんなどこかに行ってしまいました。いやボール入れとけよ、話し替えしてたの。ディグリ、なんだよディグリって。ディグダの鳴き声のバリエーションすごいな。しかし地中に埋まったディグダを探し当てるとは。いや別に探してたわけじゃないけどね。あなたディグダを見つける才能がありますよ。わけわからんこと言われてる。よろしければ他のディグダも探す。絶対こうなると思ったよ。はい、いいえ。いやちょっと急いでるんで、ランコ。すいません。大丈夫、大丈夫。旅のついでに3本ヘアを見つけて話しかけるだけですから。いや、断れないのかよ、やっぱり。いや、その旅のついででいいの？今、1匹ディグダを見つけていただいているので、残りは100、めちゃめちゃいるじゃねえか。ちょ、待て、お前。加減しろ、バカ。どんだけ捕まえてきてんだよ。生態系壊れるわ。見つけたら帰ってくるよう声をかけていただけると。150匹話し合いしてたの？いや、そりゃ管理しきれないだろ。バカなのか、この人。マジ、何らかの法に触れるんじゃない？そんな、鎧島に逃がして。今、1匹ディグダを見つけていただいているので、残りは150匹です。平然と言ってるけどさ。帰ってきたディグダが5匹になったら、お礼をさせてください。ああ、なんかくれるんだ。わかった。1匹目のディグダ。2個。え、これだんだん増えていくのかな、もしかして、この場に。ディモ。え、最終的にここに150匹集まんのかな。その光景は見てみたいけどな。何これ、珍百景だろ、ほんま。投稿するわ。よーし、着いた。マスター道場。来んなって言われたけど。あ、いるいる。セイボリーと。誰だろ、その人。女の人がいる。こんにちは、頼もう。すいません、来ちゃいました。セイボリーさん。あら、それじゃあ、新人ちゃん帰っちゃったの？いや、帰っても、あ、まあ、一旦帰りましたけど、服着替えてきましたよ。そのようです。私のエスコートはパーフェクトでしたが、ポケモン勝負の後、忽然といなくなってしまう。いや、お前だけどな、忽然といなくなったの。せっかく家族が増えると思ってたのに、残念ね。家族？何それ？え？え？マフィア？ヤクザ？あら？あ、すいません、来ちゃいました。ん？ランコです。おげえ！やっぱ面白いな、こいつ。もしかしてあんたが今日から道場に来てくれる新人ちゃんね。いや、まあ、人違いですけどね。なんとなく来ただけで。はい？人違いです。いや、言っとくか、一応。いや、人違いなんですよ。本当はモブなんですよ。あ、走ってきた。その通り。あなた突然いなくなったので。なんでその通りに点が入ってんの？テレポートかと思いましたよ。いや、テレポートしたのお前だろってだから。いや、しかし、またお会いできて、私、嬉しみが深い。なんだそれ。オタクみたいな言い回しするな。分かりみが深いみたいに言うなよ。私も会えて嬉しいよ。あんた名前は確か、え、ランコです。ランコ。あ、一応名乗るんだね。ランコです。ランコ。じゃ、ランコってつぶやく感じにしとくか。うんうん。ランコちゃんだね。この人は誰？この女の人は。ん？新人ちゃんってそんな名前だっけ？いや、ほら。いや、人違いなんですって。まあいいさ。いいの？ガバガバだな、結構。私はここマスター道場でおかみさんやってる三つ葉だよ。三つ葉さん。気軽におかみさんって呼んどくれ。あ、三つ葉の方じゃなくてね。おかみさんなんだね。ちょ、なんだよ。ふんぬ。なぜ、ホワイ、ここに。未来予知ミスりました。ふんぬってなんだよ。どんな驚き方してんの？このままでは私のついたスイートな嘘がバレてしまう。いや、もう最初の印象からどんどんかけ離れていくな、この人。もっと紳士的な感じかと思ったんだけどな。もう知ってると思うけど、このちょっと変なのはセイボリー。いや、ちょっとどころの騒ぎじゃないですけどね。ジムリーダー目指してうちで修行してるのさ。あ、そうなんだ、ジムリーダー目指してんだ。ほら、二人とも仲良くするんだよ。え、でもエスパージムないけど、ガラルに。作れんのかな、後から。ふ、よろしくお願いしますよ。よろしく。あ、やだよ、あたしったら。いや、こいつの後輩かよ、ランコ、今から。遠くからいらしたお客様をいつまでも外にいさせちゃって。いや、いいんですよ。あ、中案内してくれんの？ちょっと汗臭いかもだけど、どうぞ中に入って入って。はーい。道場か。駅でのやりとり、ミセスおかみに密告したら、ミセスおかみって、おかみおかみみたいになってないそれ。ポンですよ。何が？どこが？ランコのどこがポンってなるんだ。なんだその脅し方。あ、行ったわ。あ、なんかいる。え、ポケモン？ポケモンじゃね？屋根の上に。あ、いなくなった。へえ、なんかいたな、ランコ。
いやまあでもポケモンより面白そうな人を見つけたな。楽しみだな、この先が。